ケース47の続きです。ゲーム実況で、エンダーマンの攻略に、3マス高いところから攻撃するといいと、言われますが、私の場合は、これでもやられることが多々あります。今、口を3つ積み上げて、エンダーマンを攻撃しています。今回は、倒せましたね。段差のせいで、こちらに来られないようなので、弓矢で攻撃してワープさせます。ちなみに、矢は命中しません。ほら、3マス上にいるのに、攻撃されて落とされました。こうなると、私はなすすべがありません。私以外、外から開くはずのないドアの開閉音が聞こえます。つまり、部屋の中にワープしたのでしょう。ベイカーストリートでやられるなんて、なんとしても、避けねばなりません。勝てました。このように、3マス上にいても、攻撃を、受ける時があります。さて、ネザーでの探索に夢中で、松明を消費しました。洞窟探索は、していないので、石炭が足りません。そこで、木を伐採して、木炭を作ります。それに使う道具を、低レベルエンチャントしています。伐採を繰り返すのに適している木は、白樺です。成長が低い場合がありますが、高すぎて、土などを積み上げて、伐採する手間は、ありません。地上から、斧が届く範囲までしか成長しない白樺が、ストレスなく伐採できます。骨粉を使えば、狭い範囲でも、大量の木を伐採できます。しかし、スペースがたくさんあるので、広範囲に苗木を植えると、骨粉を使う必要は、ありません。全部伐採した後、最初の地点に戻れば、成長している場合もあります。一本の木を全部切れば、葉っぱは自然に消滅します。しばらく経って戻ると、苗木が落ちているので、それを採取します。これの繰り返しです。こんなもんでいいでしょう。221の隣の223に戻り、かまどで焼きます。原木を原木で焼きます。戦闘能力が乏しい私の場合、洞窟探索するよりも確実に燃料を得られます。さて、ブレイズロッドを手に入れたので、ポーションを試します。グラナダテレビのセットには、ワインショップがあり、ポーションも瓶を扱うことから、このお店にポーションの役割を与えます。もちろん、すべての機能を拠点に集結するのが一番便利なのですが、せっかくベイカーストリートを作ったので、複数の建物に機能を割り振った方が、この街をゲームで使っている実感が得られます。まずは、
店内を作ります。外からガラス越しに、作業場が見えればいいでしょう。いいね。店内とプライベートスペースを分割しています。まあ、店員もお客も私です。私とモンスターと村人しかいませんから。醸造台は、外から見えるところに置きます。これくらいしか、飾るものがありません。瓶をそのまま設置できれば、ワインショップの雰囲気を、出せますが、それはできません。作業テーブルを作ります。そうだ、無限水源も必要です。テーブルはどこがいいだろう？内側が土だと、水が濁りそうです。ここは、丸石を焼いた、石に変更します。もちろん、ゲームとは全く関係ありません。よし、完成。あとは、チェストとかまどだ。念願の醸造台を作ります。ブレイズロッド1本と丸石3つです。おお、かっこいい。221B の部屋にも実験台はあります。ブレイズロッドをたくさん手に入れたら、221B にも飾りとして設置します。
をこだわっているのか、今となっては、わかりません。そうだ、醸造に使う、ガラス瓶を作ります。これも、私にとっては、初めて作るアイテムです。さて、まずは水を汲みます。水を汲むと、まとめてストックできません。これを、醸造台に設置します。ここで、ウィキを参照して気がつきます。なんと、ネザーの遺跡にある、ネザーオートがないと、耐火ポーションの材料が、作れないようです。しょぼーん。ネザーでは、ガストとの戦闘で、矢も消費します。鶏の子作りから、始めないとなりません。子作りをさせた後の映像は、大人の事情で、お見せできません。矢を作るには、鶏がドロップする、羽が必要なのです。スケルトンのスポーンブロックを、発見できれば、大人の事情もなくなります。今回はここまでです。次回は、ネザーの遺跡を探索します。最後まで見てくれて、ありがとうございました。